こんにちは、富田です。今日は第1回メシアンナンバー3の研究スケールの基礎知識ということでお話をしていきたいと思います。はい、今回のテーマですね、メシアンナンバー3っていうスケールの紹介をしたいと思います。僕自身ね、ここ数年ずっとまあ練習しているというか、まあ使いたくてね練習しているスケールなんですけど、まあ、コンテンポラリーなねミュージシャンの中ではまあ割とこう広まっている模様っていうかね、まあいろんな人の演奏を聴いたり、まあ YouTube 見たりしていく中で、まあこのメシアンナンバー3っていうスケールですねが、まあちらほらこう目に入ってくるというか、まあ耳にするということがまあ多くなってきたなっていう感じがしてます。まあ、かなりアウト感の強いスケールなのでね、まあ使い方ちょっと難しいので、まあ僕自身もどういうふうに自分のアドリブに落とし込んでいこうかなっていうのをまあ研究はしているんですけどね、まあなかなかつかめずにダラダラと来てる感じですね。でまあ、興味のある方はぜひメシアンスケールの世界へということで、まあ、結構本当にコンテンポラリー寄りの内容ですっていうか、まあスケールなんで、まあ、まだ知らないっていう方はね、ぜひメシアンのスケールっていうのを、まあ、知ってもらいたいなと思って今日はねこの情報をシェアしたいと思います。で今回はですね、基礎知識っていうことで、まずスケールのね、まあ、構成であるとか、まあ、なんでメシアンっていう名前なのかとか、まあ、そういうことですね、基礎知識について解説をしていきたいと思います。はい、では解説ですね。まあ、そもそもメシアンってなんじゃって話なんで、そこからいきたいと思います。はい、メシアンっていうのはこのフランス人のね作曲家、まあ、ピアニストであり、まあ、オルガン奏者であるねオリビエ・メシアンっていう人のことです。はい、本名はこんな感じですね。オリビエ・ウジェーヌ・プロスペール・シャルル・メシアンっていう、ね、長い名前なんですけどね、もう全然覚えれないので、まあ普通にメシアンで通じると思うんでね。はい、まあ、現代音楽のまあ作曲家ですね。まあ、なんか鳥類の研究家だったりとかもするらしいですけど、92年にね亡くなってて、まあ、83歳で亡くなっていると、そういう方ですね。でメシアンナンバー3とはっていうことなんですけど、このねメシアンの著書である音楽言語の技法っていう本があるんですね。この中にいろいろこのメシアンが自分の作曲のためにね使っている理論とか考え方っていうのをダーッといろいろ書いてあるんですけど、その中に書かれている、まあ、メシアン自身がね作曲技法の基礎とした音階である異調の限られた戦法、まあ、異行の限られた戦法とも言うらしいですけど、の中の一つですね。正しくは多分異行なのかなって感じ、翻訳されている本を読むとね、やっぱ異行って書かれているので、こっちの方が正しいのかなと思ってます。で、まあ、僕はねこのスケールの使い手であるねネルソン・ベラスってギタリストがいるんですけど、まあ、彼がすごい好きで、まあ、彼からこのスケールのことをまあ知ったようなもんなんですけど、まあ、彼がねこれを M3M3 って言ってて、まあ、メシアンナンバー3の略なのかなと思ってるんですけど、なんでまあ僕もまあメシアンナンバー3っていう風な言い方をすることもまあありますね。はい、で異調の限られた戦法とはっていうことなんですけど、まあ、これだけ聞くとねなんかよくわかんないですよね。先ほどのねこの音楽言語の技法っていう本の中では1番から7番までこの戦法っていうのが書かれています。一応の限られた戦法が1番から7番まであると。で、まあ、何なのかっていうと、まあ、一言で言うとシンメトリックスケールですね。要するに12キーに一応できないスケールのことですね。12キー12個に一応できないスケールのことです。メジャースケールとか、まあ、ナチュラルマイナースケールっていうのは12個のキーに一応できますよね。今12個あるんですよ。12個ありますよね。でも例えばコンディミとかホールトーンとかね、こういったシンメトリックスケールっていうのは12個に一応できないですよね。ホールトーンなんて2つしかないじゃないですか。結局並び替えたら同じになるから、まあ、そういうのをシンメトリックスケールってまあ言ったりするんですけど、メシアンのこの一応の限られた戦法っていうのは12個に一応できないシンメトリックなスケールをまあ7つ、まあ、多分これが限界だと思うんですけど、まあ、他にもあるんですけど、結局この7つの中のまあ、音ちょっと抜いたやつとか、まあ、そういう感じらしいんでね、考えられるのは考えられるらしいんですけど、基本的にはこの7つ、この一応の限られた戦法ってとこに書かれている7つだけみたいです。はい、でまあ今回はその3番目のスケールですね、メシアンのナンバー3っていうのはその一応の限られた戦法の3つ目のスケールのことですね。はい、でメシアンナンバー3のまあ構成ですね、実際どういうスケールなのかってことなんですけど、こんな感じですね。まあ、スケールでいうとこの前半半前半半前半半っていう感じの音の並びになってます。こんな感じですね。これ C のメシアンナンバー3なんですけど、まあ、ドレでミのフラットミのナチュラルで F シャープでソでラのフラットシのフラットで C のナチュラルっていう感じですね。はい、これ前音半前音半音半音でまた前音半音半音で前音半音半音で C に戻るという感じになってます。でこのスケールは4つのキーに一応できるんですね。
まあ、C から始まるやつで C シャープ D フラットから始まるやつで D から始まるやつ E フラットから始まるやつという感じですね。でまあ結構ね限りなくクロマチックスケールみたいな感じになっちゃうんですね。はい、なので僕自身スケールとしてあんまり弾かないというかね、この中に生まれてくるコードトーンとかトライアドとかそっちにすごく、まあ、魅力があるっていう感じですね僕の中ではね。これメシアンナンバー3っていうスケールなんですけど、まあ、別名があって、まあ、別名というかね、ナインノートシンメトリックオーギュメンティッドスケールっていうふうに言います。でこれはですね、まあ、僕が知る限りですけど、まあ、ジェリー・バーガンジーっていうねサックス奏者の、まあ、インサイドインプロビゼーションシリーズ、まあ、知ってる方も多いかなと思うんですけど教則本ですね、たくさん出てて、でそれの、まあ、ボリューム6ですねのディベロッピング・ジャズ・ランゲージっていう本の中でこの本ですね、はい、この紫色のやつ、いろいろこれすごくいい本で僕よく使ってましたね。でその中で紹介されています。はい、でまあこのナインノートシンメトリックオーギュメンテッドスケールっていう方が、まあコンテンポラリージャズ界ではこちらの方がスタンダードな呼び名なのかなというふうに感じます。海外の人とかはね、ナインノートとかナインノートシンメトリックとかって普通に言ってるんでね、そっちの方がスタンダードなのかなと思ってます。はい、でまあアドリブに使うスケールとしてもね、なんかメシアンナンバースっていうよりもなんかナインノートシンメトリックオーギュメンティッドって言われた方がなんかそっちの方が僕はしっくりくる感じでね、名前はどっちでもいいかなと思ってます。まあメシアン自身はこの作曲のね、作曲の基礎となる戦法として考えたものなので、それをねジャズ界ではアドリブで使おうっていうね感じで捉えてますから、名前が違うだけでね、中身は同じですし、まあ、そこまで重要ではないんですけど、こっちのナインノートシンメトリックオーギュメンティッドスケールの方が、まあ僕はしっくりくるなっていう感じがしてます。はい。で、スケールの捉え方についてなんですけど、まあいくつかの捉え方ができるんですね。で、僕自身が分かりやすいなと感じる捉え方なんですけど、C、D、E フラットっていう、まあマイナースケールの最初の3音、まあルートで2度フラット、ターン3度、ルート2度ターン3度ですね、はい、っていうマイナースケールの最初の3つの音ですね、これを3つつなげるっていう捉え方です。まあこれC のね、 C のメシアンナンバー3の話なんですけど、こんな感じですね。 C、D、E フラット、これがまず C から始まるマイナースケールの3つの音ですね。で次半音上の E から始まる E、F シャープ、G っていう、これ E マイナーの3つの音ですね。で次その G の半音から始まるA フラット、B フラット、B、これ A フラットマイナーの3つの音ですね。これを3つつなげるっていう感じです。で、これ3つつなげるんですけど、この3つっていうのは C のオーギュメントのトライアドのそれぞれの音から始まるっていう感じですね。C のオーギュメントトライアドの3つ、C と E と A フラット、まあ G シャープでもいいですけど、の3つから始まるマイナースケールの3つの音をつなげるっていう感じですね。はい。これね、指板上でも実はすごく把握しやすくて、C、D、E フラットってギターでもすごい弾きやすいんですよね。なんでそれをまあ3つつなげていくっていう感じで捉えてもすごくいいのかなというふうに思います。で、他にも捉え方っていうのはあってですね、例えば、ルート2度、ターン3度、さっきのね、ドレミのフラットと同じなんですけど、から始まるオーギュメントのトライアドを重ねたもの、重ねたっていうかまあね、一緒にしたものって感じですね。はい、こんな感じですね。C のオーギュメントっていうのは、ド、ミ、ソのシャープ、C、E、G シャープですね。で、D のオーギュメント、これは2度から始まるオーギュメントですね。が、レ、ファのシャープ、ラのシャープですね。で、ターン3度から始まる E フラットのオーギュメント、E フラット、G で B ですね。この3つのオーギュメントを重ね合わせて、まあ、並べると、メシアのナンバー3になると。いう感じですね。要はなんかオーギュメントってのはすごく絡んでくるんですよね。先ほどのドレミのフラットっていうのは、そのドレミのフラットっていう3つの音をオーギュメントトライドの各音からそれをスタートするっていう感じだったんですけど、まあ、ここはね、そのドレでミのフラットから始まるオーギュメントのトライアドを重ねて並べるという感じになります。はい。でまあ考え方の違いですけど、ルート、メジャー、セブンス、セブンスの3つの音から始まるオーギュメントのトライアドを重ねたものっていう考え方もできますね。まあ、C のオーギュメント、C、E、G シャープ。で、半音したメジャー、セブンから始まるオーギュメント、B ですね。B で D シャープ、G ですね。で、セブンスからフラットセブンスですね。B フラットのオーギュメント、B フラット、D、F シャープ。これでも同じコースになります。オーギュメントトライアドってね、超3度、超3度なので、まあ、どっから始まっても同じトライアドになりますから、C と、まあ、B っていうのはさっきで言うところの E フラットのオーギュメントのことですね。これですね。で、B フラットのオーギュメントっていうのはさっきで言う D のオーギュメントなんで、まあ同じなんですけどね。まあ考え方の違いですね。はい。
こんな感じで、まあ、オーギュメントのトライアドを重ねているものっていう風な捉え方もできます。はい。まあね、どの考え方でもいいと思うんでね、自分が覚えやすいもの、分かりやすいもので、まあ、OK じゃないかなという風に思います。はい。ということで、まとめですね。今日はメシアンナンバー3っていうスケールの基礎知識についての紹介でした。フランス人の作曲家オリビエ・メシアンという人が考案した胃腸括弧胃口の限られた戦法の3番目のスケールですね。前半半前半半前半半という構成になります。で、別名は9ノートシンメトリックオーギュメンテッドスケールって言って、まあ、捉え方考え方本当いろいろあるんでね、自分が覚えやすいもので OK かなと思います。で、このメシアンスケールの研究については、まあ、シリーズ化してねお送りしたいと思います。まあ、今回はねスケールのまず基礎知識ということで、次回はギターで弾くスケールのポジションについて解説をしたいと思っています。はい、ということで少しでも参考になれば嬉しいです。今回はねこれで以上となります。ありがとうございました。